どう？まあ期待のルーキーならこんなもんちゃう。一年目にしてはようやっとるんとちゃうか、来年どうなるかわからんけど。これがドラゴくらいならポジるんだけど。二軍だと普通に活躍しとるし有望株だろ。規定乗ってないとはいえ22歳なら普通に褒められる成績や。マキとかがおかしいだけでルーキーなら十分やろな。言うても今年大学4年生の年やろ。年齢考慮すると割とすごい。少なくともこんだけ話題になれる時点で勝ちやろ。1年目なら上々、あとは守備力と1年間試合で活躍する体力を身につけることやね。正直これくらいはやってほしいなっていうちょうどライン上だと思う。鳥谷の1年目もこんな感じの成績だったから心配してない。高山曲線に乗らなければ化けそう。以上に高等低打のリーグを考えると悪くはない。打つ方よりもライトの守備をしっかり鍛えればレギュラーつかめると思う。ようやっとる。来年は打率3割、20本塁打や。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。